やばいぜマイズル真相究明やばいぜマイズルニュースキャスターの森本隆です。今日は2024年の6月14日金曜日です。はい、もうめちゃくちゃ暑くなってきましたがですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう熱中症とかにですね気をつけていってもらいたいなというふうに思いますけれどもですね、つい先日、今日6月14なんですけれども、2日前、6月12日のですね、皆さん、NHK 見ました。クローズアップ現代なんですけれども、追跡 PFAS ですね。PFAS 汚染。PFAS っていう書きますけれども、PFAS 汚染。汚染源は、健康リスクは、というような番組を放送しておりました。PFAS っていうのは、有機フッ素化合物の総称で、まあ、1万種以上が存在するとされていますということで、水とか油とかを弾く特性から、泡消火剤や精密機械の製造とかね、あとはフライパンの、コーティング、撥水スプレーなどにこの、まあ、幅広く使われていたものなんですけれども、これがですね、井戸水だとか水道水だとかに、まあ、入り込んで、健康被害をもたらしているような、そんな番組をやってたんですけれども、で、まあ私ね、怖いなぁと思って、こんな水道水にこんな PFAS みたいなね、物質が含まれてたら怖いなぁと思って、マイズルは大丈夫なんかいなぁと思ってましたんですけれども、昨日の毎日新聞にですね、綾部で、まあ PFAS が発見されて、まあ、住民が、京都府の方に要望書を出したというような、新聞記事が書いてありました。そういえば確かなんか、綾部の方でなんかこんなんあったよなっていうふうに覚えてまして、で、まあ、京都新聞の方にも同じような記事が載っておりました。うん。で、まあ、今朝ですね、まあ、気になって、まあ、昨日の晩、妻と、こんなんなんか綾部でも見つかってたら、舞鶴でもあるんちゃうみたいな話をしててですね、まあ、今朝なんか何気なしに、NHK のサイトを見てますと、このまあ報道された、クローズアップ現代のサイトを見てますとですね、PFAS のことが載ってまして、舞鶴の分もですね、由良川の方で PFAS が、検出されているじゃないですかということでございます。怖いっすよねまあ、綾部であんねんやから、舞鶴でもあるやろ。要は、綾部の川から流れて、綾部のまあ河川が最後、由良川に行って、由良川から舞鶴の方に行くんじゃないか。由良川にはね、水の取水場っていうのかな。水を取るところがあるんで、まあ、舞鶴の水なんかは由良川から供給されてるんですけれども、それで舞鶴であるんじゃないかなと思って見てみると、NHK の方にですね、ちゃんと書かれておりまして、これ地図を見るとですね、由良川橋ですね。由良川橋のところで、PFAS と PFOA っていうのかな。PFOS プラス PFOA というのがですね、まあ、9ナノグラム、1リットルあたり9ナノグラム、含まれていることが判明しました。なんか、黄色マークで表示されてるんですけれども、これはですね、一応なんか、報告はしなければいけない数値なのかな。うん。で、これね、寝てんのは、まあ、由良川の、由良川橋なんで、河口付近ですよね。そこのところで検出されてるっていうところは、もうちょっとね、取水するところ、上流側ではもっと濃いんじゃないかなっていうふうに、私は思ってるんですけれども、まあ、ぜひですね、まあ、舞鶴市の方もこのことはですね、早急に調べていただきたいなというふうに思います。ね、特にこの取水場のところなんかで、また出てくるとまた大変な話になってきますんで、うん、ね、川上の、綾部で出ているんで、川下で出ないわけがないとは私は思っておりますんで、議会の方をちょっと見てみますと、ちょうど小西議員がですね、PFAS のことを、質問をするということになってますんで、こちら多分今日ぐらいにやる議会なのかな、小西議員がですね、本市における PFAS 汚染について、PFAS 汚染の実情についてと、自衛隊保有 PFAS の管理についてということで、まあクローズアップ現代では、米軍基地の周辺から PFAS がたくさん検出されたよっていうことをやってましたんで、まあ同じく、まあ、自衛隊なんかでもあるかもしれないんで、まあそのあたり、小西議員が質問されますけれどもですね、
まあ、我々市民としてはやっぱ環境を守るためにこの PFAS についてはですね、まあ、注視していきたいなというふうに思っております。もう全く全くもうほんまに今ついさっき私この NHK のサイトを見てて気づいたことなんで、まだ何も分かっておりませんけれどもですね、PFAS、PFAS 汚染というのがですね、あることをですね、皆さんご承知おきください。じゃあ、由良川橋ですね。由良川橋の地点で、PFAS が舞鶴市検出されているよということでございます。はい。まずは速報です。はい。何もまだ分かっておりませんけれども。はい。それでは、始めたいと思います。土曜日の放送は視聴者投稿のコーナーでございます。はい。今回もですね、非常にいろんなコメントとか、メールとか、いろいろいただいております。紹介、時間の許す限りですね、紹介していきたいというふうに思っております。まずはですね、YouTube のコメントから、図書館関連のコメントですね。図書館懇話会で中央図書館の規模は、人口何万人で想定しているのかと質問をさせていただきました。現在の舞鶴市人口と同じ7万5000人規模であると図書館司書から回答があり、20年後5万人弱になっている舞鶴市にとって、7万5000人を想定した図書館は負の遺産になるのではと返しましたが、その場で返答はなく、ホームページの Q&A にも回答は記載されていません。どういうことなのでしょうかっていうことですね。はい。完全にごまかしてますよね。はい。ですね。まあ、ほんまに、この図書館の、中央図書館のこの設定を読んでいくと、まあ、前鶴市の人口が、減っていくっていうことを全く想定しなくて、この図書館の運営や、計画してるんですよ。で、他の市町村の、方も、前鶴市の図書館に借りに来られるって、それでどん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 図書館の利用が増えていくんだというようなですね、絵を描いた、計画を作っているの。それで、まあ、38億円っていう大きな図書館を作るんですけどね。まあ、前鶴市の人口がまあ減るのは別にそれはそんなもんなんですけど、なんでそれの経過、そこをちゃんと計算に入れてやっていかなきゃいけないのにそれをやらないのかっていうのと、なんで他市のための、他市の他の市の市町村の市民のための図書館を作らなきゃいけないのか、それを前提にした図書館にしなきゃいけないのかっていうのは大いに謎ですよね。で、この方はまあそれを突っ込んだら無視されましたということです。はい。もう都合の悪いですね、質問には前鶴市答える。答えないということなんで、もうここで言うことをですね、まあ私たちは徹底的にこれ今からやっていきたいというふうに思います。はい。こういうこともですね、ちゃんとまあ私たち今後の活動としては、国の方にもこういうふうに舞鶴市はちゃんと市民と向き合いませんよということをですね、まあ国の方にも投げかけていきたいと思います。もう舞鶴市が対応しないんだったら、国に言うしかないんで、はい、最終的には。まあでもそれは最終手段だと思っております。はい。次のコメントが、抗菌チューチュー吸いといたいんや。ちゃんと抗菌にたかる将来設計もできてるんよ。邪魔せんといてやということでですね。きついツッコミが入っておりますね。まあ図書館を作る理由は抗菌チューチューしたいんやなというふうなご意見やと思うんですけれども、まさしくその通りだと思います。はい。東西図書館をね、統合してですね、職員を少なくするのならまだ理解はできますよね、皆さんね。お金がないからね。もっとちっちゃい図書館を作るんだ、うん、経費負担を抑えるためにちっちゃくしてコストを抑えるんだって言ったら、まあ前鶴貧乏になったんやから仕方がないよなというふうに思うと思いますけれども、今よりもはるかに立派な図書館を建ててね、でサービスを削る、うん、でも図書館にかかる費用は上がるというね、で職員さんも増加するということは全く私たち市民からは意味がわかりませんよね。はい。もう皆さん、今私が言うてることわかります？わかんないでしょ？東西の図書館をね、普通で考えると東西の図書館があったらコストがあるか、高くなるから、それを統廃合して一つにまとめてコストを抑えます。それなら皆さん、一般市民わかりますよね。でも前鶴市はそうじゃないんですよ。まず、統廃合をしてサービスを低下させます。はい。でも、建設コストはたくさん上がります。で、さらに、その維持管理コストですね。職員は、上がりますということで、全く合理性のない計画を立てているんですけれども、まあ、それはなぜかと言われると、まあ、確かにこの方が言われるように、公金中中ですね。公金に寄生する、まあ、公務員を増やすための施策として思われても、それはもう仕方がないというふうに、
私も思います。はい。この方の言われる通りですね。そこのところに合理性がないんで、その合理性がどういうふうになるかっていうことをちゃんと市民が納得ように説明してもらわない限りは、公金中中と言われても仕方がないのではないかなというふうに思います。師匠、今まで日の目を見なかった師匠による公金中中、言われますよね。ね、市民のサービス低下するんですから、全く意味がありません。はい。次がですね、電動キックボード関連のコメントをいただいております。太陽光パネルもがっつり予算取っている舞鶴市、災害に弱く火災になれば、放水すらできずに、沈下するのをただただ待つしかない。そんな代物をまだ普及させるようですね。舞鶴市は、畑を転用して、ソーラー畑も一部ででき始めています。完全に狂っていると感じております。ということで、まあ、ね、電動キックボードの話から太陽光のお話になってるんですけれども、これね、太陽光、まあ僕もちょっとコメントで返してるんですけどね、この間警察の方から直接聞いたんですけれども、舞鶴で、この太陽光パネルのですね、導線ありますよね。電気の導線。あれのね、盗難が流行ってるそうです。はい。非常に、結構な、なんか、量が、その、太陽光パネルの周りの導線をですね、切り取って盗まれてる。まあ、その銅、今ね、銅高いですから、銅を転売するためにやと思うんですけれども、そういうのが流行ってるらしいんで、まあ、ね、なかなか大変な世の中になってきたというふうに思います。まあ僕も、太陽光はまあね、いいと思うんですよ。まあ別にその個人がちっちゃい規模でするとしたら、でもなんかそういうね、大規模メガソーラーなんかっていうのはやっぱりもう防災上も悪いですし、景観上も悪いですし、まあこのあたりですね、まあまだまだ太陽光僕できてくるとは思いますんで、まあこのあたりもですね、まあ舞鶴の景観だとか、そういうのが、荒らされないように注意ししていきたいなとは思います。やっぱりね、やっぱ、隣に原発があって、ね、やっぱ、舞鶴はやっぱその要は原発のね、隣接地なんで、やっぱ電気に関しては十分やっぱ、日本の国に協力してると思うんですよ。だからそんなわざわざですね、舞鶴で太陽光発電を作らなくてもええんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけれどもね、まあ、太陽光発電のコンセプトとしては、やっぱり別にいい、すごくいいものやと思いますけれども、この運用的にまだちゃんとその要はリサイクルができてないだとか、そういう災害対策ができてないことも多いんでですね、まあしっかりと舞鶴市も、まあ太陽光パネル、規制するなら規制するっていう、ちゃんとね、条例なり法律なりっていうのをちゃんと組み立てていってですね、ちゃんと、まっとうに運用できるようにしてもらえなきゃ困るなというふうに思いますね。まあ僕もそういうのをね、やりたいんですけれども。はい。次がですね、七尾市のボランティアですね。災害ボランティア。明日から行ってもらえると思いますけれどもですね、それに関するコメントですね。ボランティアで有料はありえへんと。経費、5000円かける30人で15万円でしょと。一般会計で出してあげましょうよというようなコメントですね。まあ確かにその通りですね。七尾市にですね、社会福祉協議会から、まあ、災害復興ボランティアで、募集、まあ30人の募集かけてるんですけれども、まあ一人当たり5000円の経費が必要ですよということで集めておられまして、まあそれに関するですね、まあご意見だと思いますけれども、まあ一応ね、なんか社会福祉協議会が主体となって、まあ、お金は集めてるんですけど、まあ、このお金はやっぱり宿泊費とか多分、食事代になってくると思うんですよ。だからまあ実際の経費はたくさん舞鶴市側、社会福祉協議会が出してると思うんですけれども、やっぱね、ボランティア行く人にわざわざ5000円払ってもらうのもなんか気の毒な気がしますよね。まあ私もまあいろんな制度のことであると思うんですけれども、やっぱりこういうのはやっぱ、出しであげてもいいんちゃうっていうふうに思います。うん。やっぱり財政苦しいですね。舞鶴市ですけれども、こういうのはちゃんとやっぱりしっかりと経費負担してあげても僕は罰が当たらへんと思いますので、はい。まあまた次回以降考えてもらえたらありがたい話ですよね。はい。次いきますね。次はですね、まあもうメールになってくるんですけれども、メールの、質問とかお問い合わせとかご意見いただいてるんですけれども、現在舞鶴発電所は稼働を停止します、していますという情報ですね。5月9日に1号機で排出ガスから硫黄酸化物を除去する吸収塔が損傷し、1号機の稼働を停止しています。2号機は8月まで定期点検中ですね。
送電開始予定は7月になるらしいですということで、舞鶴発電所の関係者より送られてきました。どうもありがとうございます。はい、舞鶴発電所が1号機も2号機も止まってるんですってね。うん、2号機はね、去年に爆発しましてですね、バイオマスチップのサイロが爆発して、吹っ飛んで、まあ、直してたと思うんですけれども、まあ、それはまた定期点検がずっと入ってるんじゃないでしょうかね。うん、まあだからこんだけやっぱり動かなくなるってなると、やっぱり舞鶴今年の貿易額がまたかなり減るんじゃないかなっていうふうにね。今年の夏の電気の量も足りるというような話もしてますんで、うん、やっぱこういうのが舞鶴の経済に結構直結してきますんで、はい、貴重な情報どうもありがとうございました。はい、やっぱこういうですね、まあ、現場の方から情報いただけるのはありがたい話です。はい、次がですね、How do you think ですね。はい、以前元舞鶴市議会議長の大議員について動画を上げられてたと思いますが、その大議員の家族についてどう思われているのでしょうか。動画の告発が当該議員の家族に影響を与えたと考えていないのでしょうかというですね、質問が来ております。まあ確かにですね、まあそれはご家族に多大な影響を与えていると思います。まあこのことに関してはですね、まあ一番最初にこの報道の発端となった、コモンズの沖縄さんともまあお話はしてたんですよ、ずっとね。家族は気の毒だよなという話はですね、まあ、こういうお父さんを持って家族は気の毒やろなというお話をしてました。はい、うん、まあね、まあ、2人で協力していろいろやってたんですけれども、まあ、もうなくなりましたけどもね。でやっぱりそのことはまあ僕もですし、大日向さんもまあ悩んでたんですけれどもですね、やっぱりまあ、ご家族もやっぱりその、ね、問題を起こした当該議員のお金で生活をされてるんですよね、やっぱり。うん、で本来ならやっぱ問題を起こした時点で自ら公表してですね、議員を辞職しなければいけなかったんですけれども、それを隠して、ずっと、まあ、お金をもらってたということは、やっぱりそのお金で生活してて、まあ、家族にも、関係があるのでですね、まあ、それはそれで仕方がないのではないかなというふうに思います。まあ、私のですね、まあ、意見からすると、やっぱりそのお父さんですね、まあ、大議長もお父さんになるんですけれども、やっぱ親父としてはやっぱ家族にですね、恥ずかしい姿を見せたくないっていうふうに思います。だからそれはまあもうほんまに家長として問題でしょうっていうね、家の長ね、家の長、一家の主としてですね、やっぱ問題を起こして、まあ、早々にこう辞職せずにやっぱ隠したことでその家族に影響があったっていうことは、もうそれはもう致し方がないなというふうに思いますし、やっぱり気の毒には思いますが、やっぱり公共の利益っていうの方が大事ですから、これに関しては、うんうん、やっぱり世間的に問題があることをされているので、それをちゃんとしっかりと告発するのはそれも仕方がないことなんで、ご家族にはですね、まあ気の毒だとは思いますが、それはもう自分の家のですね、主がやらかしたしで、やらかした不始末ですので、それはもう仕方がないと受け入れてもらいたいなというふうに思っております。はい、まあ別にそれで恨まれても別に仕方がないしね、もうそんなもんやしって、そんなことを気にしてですね、こんなヤバいぜ舞鶴をやってるわけではございませんのでですね、ご承知おきください。はい、次のまたメールも、もう今回ですね、結構メールたくさんいっぱいもらってるんですよ。でまあちょっとできない、放送できないやつもありますんで、全部が全部皆さんです、放送してるわけじゃないんで、はい、放送できるやつだけをやってるということで思ってください。はい、次がですね、西舞鶴駅前のバスステーションのトイレというメールをいただいております。舞鶴に友人がいるので、時々遊びに行っている県外のものです。先日バスステーションのトイレをお借りしましたが、びっくりびっくりびっくり、あまりにも使いたくないトイレでした。最近では音楽フェスもあり、若者が以前より多く訪れるようになって、あれではせっかくの楽しい思い出が一瞬で消えてしまいます。どこかのサービスエリアのトイレまで行かなくても、最低限の小綺麗さを希望します。あそこのトイレの苦情は上がってないのですか、ということでですね、西舞鶴駅のバスステーションのトイレに対する苦情がですね、やばいぜ舞鶴に届いておりますが、はい、あそこのトイレは利用しないですよね。皆さん利用したことあります？あれは僕の小学校の時からもう覚えてます。強烈にすごいトイレやったのを覚えてるんで、もう
僕は子供の頃あれは無理っていうふうに思って利用してないですね。西舞鶴駅のバスステーションよく利用してましたけれども、あれはちょっと僕は無理やね。はい。でね、まあこういう方は西駅の中に入ってトイレを利用された方がいいと思いますんで、はい。でね、まあこういうところなんでしょうね。やっぱ舞鶴市のね、おかしなところは環境観光をまあで頑張るとか言いながらも、やっぱそういう細かい配慮が行ってないっていう。やっぱトイレってもう肝心要なところじゃないですか。やっぱり飲食店でもトイレが汚かったら僕は行かないですし、まあね、やっぱそのバスステーションのトイレね、お金かけたくないのは分かりますけど、そういうのには僕は、まあ、観光で舞鶴頑張るっていうのやったら、そういうところはちゃんと補助してちゃんとしっかりとやっていったらいいなとは思いますけれどもね。だからこういうやってる制度とか政策とかと現状がやっぱり合ってないですよ。もうずっと観光観光ってやりながらも、やっぱこの辺が合ってないっていうところはやっぱ言いたいと思いますんで、まあ僕もですね、この詳細がよく分からないんですけれども、この西駅前の西口の整備工事っていうのをやってるんです。それがなんかね、今、ちょっとあそこ全然情報が入ってこないんで、どうなるかちょっとわからないんですけれども、それについてもまた情報が入っております。これね、ほんまにね、偶然なんですよ。偶然っていうか、やっぱたまたまやっぱこういう投稿が相次ぐんですけれども、西駅前、西口の整備工事が軟弱地盤だったために、追加工事を今していますということで、5月20日の産業建設委員会、1時間20分からを見てください。この追加工事に5000万円が必要とのことです。ドボボカはバカばっかりいるのか、家内に西駅前の地盤が柔らかいと話すと、ここは地下に、間内の井戸清水があるからじゃないと教えてくれました。家内が土木課課長だったら5000万円をドボに捨てずに済んだのでは、5000万円は鴨田と福田で払ってくれということ。また、鈴谷ポンプ場の計画見直しで業者の、一室利益など弁護士が入っての話になるらしいです。産業建設委員会の59分からを見てください。工事中止で、現状原型復旧する必要があるとのことですが、原型復旧も弁護士費用も我々の税金を使うのか、これも鴨田福田が払うことというメールをいただいております。はい。で、写真付きでですね、まあ、西舞鶴駅の写真とかも送られてるんですけれども、まあこれね、なんか噂は聞いてたんですけれども、まあ僕も未だにこのね、西駅前のこの再整備のなんか全容がなんか全くわからないですよね。何をしているのか、なんかね、揉めてるとか地盤が悪くてなんかお金がかかるみたいな話は聞いてましたけれども、これまだちょっとまた今後多分、ちょっと注視していきたいなと思いますけれども、またなんか軟弱地盤で、追加工事5000万とかっていうのありますけれども、バスステーションとかの工事に5000万地盤でいるとかと思うと、いらないです。なんか多分設計方法自体が多分間違ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますよ。すいません、ちょっとまあこれも専門的な話なんですけど、まあ、僕昔まあ設計事務所を勤めてて、まあ、そこでまあ地盤とかをやってる部署があったんですよ。で、退職して、まあ、ちょっと実家の方に帰るという、大阪で勤めてたんですけどもね、まあ、実家で退職して、まあ、実家の方に帰るって言ったら、まあ、そこ の, あの社長がちょっと気を利かせてもらってですね、まあ、いろんなちょっとこういう地盤の部署とか、まあ、本当に1週間ぐらいだけなんですけれども、まあ、ちょっと順番になんかこう役に立つような部署を回してくれたんですよね。で、そこでまあちょっといろんなことを教えてもらったんですけれども、舞鶴の地盤っていうのはもう全体的に悪いですよ。もうだから舞鶴の地盤でいいとことか悪いとかいろいろあると思いますけども、全体的に見て悪い。で、特に大きな川とか川、そういう谷の部分っていうのがですね、全部地盤が軟弱なんで、あとは海の近くも軟弱なんでですね、まあそういうことを考えると、まあ西舞鶴なんかも全体的に軟弱地盤やっていうのは、それもそういう地盤とかのことをやってる人間からすると、まあ常識の範囲内ですんで、そこでまあ地盤のことでミスをしたっていうのはですね、まあ非常にもう原理原則根本から間違ってるということでございます。はい。まあそんな話聞いたのも僕もほんまに、
こっちで30ちょいで帰ってきましたから、もうほんま20年前ぐらいに、まあ文献だけでも分かるような話でしたんで、うん。まあちょっとこの前鶴市のほんまに、あの工事費がいろんなところでこう増額とか工事のミスとかっていうのが相次いでるのがですね、やっぱり前鶴市のもう職員の人的ミスですね、人災に近いものだというふうに思っております。でね、まあ確かに、あの、この投稿者の奥様の言われる通りに、マナイの清水があるところなんで、そら地下水が出てくるのは当たり前やんっていうふうに言う意見もございますんで、まあまさしくその通りですね。はい。マナイの水です。はい。マナイの水が出てきて工事が中止っていうことは、うん。これやっぱマナイの水にも影響があるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするますけれども、どうでしょうかということですね。はい。はい、次行きたいと思います。次がですね、次の投稿が、引き上げ記念館12月工事についてというメールですね。はい。はじめまして、匿名希望の前鶴市民です。2024年12月から予定されている引き上げ記念館の工事なのですが、2015年にリニューアルオープンしているのに、また工事に、工事の内容が入り口の段差をなくすためと聞きましたが、なぜ2015年の工事で段差ができている状態、設計ミスでは、3つ目、大きな段差ではないのになぜ1ヶ月もかかる大掛かりな工事が必要なのか、市民の税金を多額に入れてする工事ではないのではないか、4つ目、段差のタイルを色を塗り替えるなど目立つようにすれば改善できるのではないか、5つ目、工事の要望は記念館から何年も前から市議会に要望していると聞きましたが、何年も通らずこのタイミングでの工事は何がきっかけなのか、なんと式典で来館した市長がつまずいたから要望が通ったと聞きました。税金の私物化にも程があると思います。観光誘致にも対して力も入れずおかしいなと思います。その費用があるなら給食費無償化に力説したなら、ふるさと納税しかり、段差の注意を促す節約工事で、残りももっと人に使うべきだと思います。どうか、この工事はほとんどの市民が知らないと思います。調査公表をお手数ですが、お願いします。いつも応援しております。ということで、どうもありがとうございます。これも私もノーチェックでしたんで、はい、皆さんのですね、こういう投稿が次につながっていきますので、まあ、このあたりもですね、まあ、しっかりと調べていきたいなというふうに思います。はい。多分、すいません。今の僕も調査しきりでないか、まあ、知識、今持ってる知識だけなんですけれども、なんかあの、世界登録遺産だっけ、なんかあれの10周年記念かなんかで、多分たまたま予算がついてて、その分でやるんだとな、というふうには思いますけれども、うん。あ、そうやね。2015年やから、まあ、ユネスコの登録を目指してやった工事で、そこから10周年で今やってるんで、まあ多分、年代的には多分そういうことやと思いますけれども、まあそもそもですね、やっぱりそういう段差なんていうのは普通にやるべきやろっていうふうに思いますよね。うん。だから、やっぱこういう、前もね、西図書館の、あの展示ブロックの話も何回もやらせてもらいましたけれども、やっぱこういう、舞鶴市って障害者とか社会的弱者とか、体が弱い方だとかっていうことに対して厳しいですよね。うん、本来ならやっぱり行政がね、一番あの最初にやらなきゃいけないんだと思いますけども、まあトイレなんかもですね、あの障害者用のトイレがちゃんと、そんな僕の中ではそんな整備されてるような感じもせえへんし、まあさっきあったね、あのバスステーションのところのトイレもそんな、もう僕も何年も行ってませんけれども、何十年も行ってませんけれども、あの障害者トイレがあるような感じでもないですし、あるんやろうか、まあまあよくわからないですけども、やっぱそういう社会的弱者に対して、厳しいなというか、そういうところも全然目がないんでしょうね。まあ、そもそもですね、まあ、一般の市民に対してすら目を向けてないので、まあ、なおさら仕方がないのかなと思いますけども、やっぱここのところちょっと注視して、また今後調べていきたいと思いますので、またしばらくお待ちください。はい、次いきますね。こんな舞鶴市長では市民が危ない。前鶴市の洪水ハザードマップが西図書館に置いてあり、家に持ち帰ってみました。視聴者の皆さんもお住まいのところが浸水被害を受ける場所なのかを確認するためにご自宅に置かれることをお勧めします。またハザードマップには避難場所も書いてあり、もしもの時の近くの避難場所を家族で共有しておいた方がいいと思います。
中央図書館の建設予定地は浸水の深さが1メートル以上3メートル未満で、床上1階部分までが浸水地域でした。この舞鶴市のハザードマップの説明には、ここの浸水想定結果は過去の大雨から想定される最大規模の、降雪、おおむね1000年に一度の大雨があった場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測した結果を示していると書いてあるが、近年、起こる自然災害ではよく想定外という言葉を使って報道しております。この舞鶴市のハザードマップにしても説明以上の浸水被害を想定する必要があると私は思います。今度蒲田が作ろうとしている中央図書館のイメージ図を見ました。この説明で水害防止によるかさ上げをすると書いてありますが、蒲田は最低でも3メートルはかさ上げするつもりなのか。これからの公共施設は防災面も重視する時代になってきております。舞鶴市役所には危機管理課、防災課がありますが、防災課として蒲田に助言したのだろうか。こんな防災面でも無頓着な蒲田ではですね、舞鶴市民の命もでもが危うくなりますということを、かなりきついメールをいただいておりますけれどもですね、ハザードマップですね、皆さん、1枚見といた方がいいですよ。舞鶴のハザードマップ、やっぱ縮尺がちっちゃいんで見にくいと思いますんで、僕もこれ何回もここで言っておりますけれども、京都府のですね、京都マルチハザードマップっていうのがあります。それをね、パソコンとかスマホで、検索してもらったらそれが出てきますんで、それでよく見るとですね、細かい部分まで見えますんで、京都マルチハザードで検索してですね、皆さん見てくださいね。若干ですね、舞鶴市と京都府の持っているデータが違うんで、多少誤差はありますけれども、大体のその被害想定のところはちゃんと見えますんで、どちらも別に信じてもらっても結構だと思いますんで、はい。どちら、アプリですね、アプリというか、マルチハザードマップでも、いけますし、あと今舞鶴市が出てる防災アプリっていうのは、あれ結構なかなか使えるもんなんで、あれでも見てもらってもいいと思います。あれも、ハザードマップ見れますからね、はい。でね、これ今また面白い話あったんですけれども、このハザードマップの設定が1000年に一度の大雨を想定してやってるっていうふうに言われてるんですけども、もうこれもまさしくその通りなんです。で、この1000年に一度っていう規模だから、そんななかなかこうへんやろって皆さん思いの方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、前回ですね、多分5年前ぐらいだったかな、7年前ぐらいだったかな、に、ハザードマップの改定があったんですけども、それまでは100年に一度の災害を想定したハザードマップやったんですよ。本当に何年か前までは100年に一度を想定してたんです。でも、その100年に一度を想定してた災害をですね、超える、災害が何度も何度も繰り返されるので、100年に一度の想定がもうしょっちゅう来てることになるんですよね。別に舞鶴市じゃなくて、全国でいろんなところでこういう、100年に一度規模の災害がもうしょっちゅう起こってるんで、100年に一度の想定じゃちょっと無理だよなっていうことで、今回は1000年に一度の想定の方になっているというわけです。はい。だから、台風13号ってね、バスが、水没、浦川沿いでバスが水没したやつがあれ100年に一度の想定ぐらいなんで、あれよりもさらにもう一つ高いランクの1000年に一度が、今後もこの日本の気候変動とかいうのを見てると、もっとしょっちゅう来るんじゃないかなっていう想定で、ちゃんとそれ考えて作られておりますので、このハザードマップは信用するべきですね。はい。ハザードの、過剰に心配する必要はないと思いますけれども、このハザードマップに出ている災害は十分にあり得るというか、ある想定なんで、そこのところは皆さんちゃんと心配して、想定してやってくださいねということです。はい。で、危機管理課の話がありましたけれども、今度からですね、舞鶴市の危機管理官っていうのがなくなって、今度福田副市長が危機管理官を、やることになります。はい。だから、危機管理官イコール、福田副市長なんですけれども、これもですね、大概ですよね。福田副市長がですね、舞鶴市のこの政治的な混乱を招いてる、そんなような人物が、舞鶴の危機管理のお仕事をちゃんとできるのかって言われると、私はそんなことはできないというふうに思います。もう多分完全に能力不足やと思ってますんで、ちょっとですね、これからの舞鶴の危機管理体制っていうのがですね、一番舞鶴市で危機管理体制をやってない人間が、実権を握っていろいろやっていきますので、本当にこの舞鶴の災害対策っていうのはこれから心配だと思います。はい。
次最後いきますかね。ちょっと長いですけれども、加茂田によって舞鶴市が壊れていく、図書館再編の懇話会における舞鶴市民の質問に対して、図書館課の回答も私も読みました。その中でも質問3で、なぜ東図書館を残せないのかという質問に対しての、図書館課の回答はこうでした。令和4年度に策定された図書館基本計画に基づいて進めているとの回答でした。この畳市長時代に策定された舞鶴市図書館基本計画を読みましたが、東図書館を廃止してその後受却するとはどこを探しても書いてありませんでした。図書館課の回答は、図書館基本計画に基づいて進めているとは言っているが、私が初めて図書館東図書館の廃止受却を知ったのが去年の広報舞鶴11月号でした。加茂田が市長になってからの話です。加茂田も図書館課も舞鶴市民を舐めるのも大概にしておけよと。この中央図書館は即座に白紙撤回するべきです。38億円ものですね、多額の税金を使っての事業だという認識が加茂田も図書館課もあるのかと。そもそも加茂田は私たちの大切な税金を何と心得ているのか。市議会も市議会だ、あなたたちは舞鶴市民の代表なのに、どうしてバカな加茂田をいつまでものさばらしているのかと。この中央図書館事業を民間で言うなら、行うなら、まずは、舞鶴市民の意見を聞くところから始めるでしょうと。私はよく西図書館を利用していますが、閉館時間が早いといつも思っています。西図書館は火曜日は19時までですが、あとは18時が閉館時間です。福知山の図書館では土日は10時から18時までとなっていますが、火曜日から金曜日までは夜の10時まで開店しています。特に金曜日の22時までは読書家にとっては嬉しいサービスです。舞鶴市の図書館課は、来館者がどうしたら増えるのかを真剣に考えているのですか。立派な箱物だけを作ったらそれで全ての課題が解決するとでも思っているのですか。また舞鶴市の図書館課は市民に対して新しい図書館が目指す4つの約束を掲げています。まず初めの約束として、子どもや社会的弱者を支えると書いてありますが、今の西図書館は社会的弱者の人を支えるどころか排除しているのではないかね。また2つ目として、舞鶴市の図書館課は社会の各種格差や課題と向き合うとのことですが、東図書館を潰すことによって東西の格差を逆に作っているのではないか、ね、はたまたこの図書館計画の方針としては、市民と行政が共感できる図書館サービスの条例規則を作る、そして図書館友の会、図書館ボランティアなど、図書館サービスを市民と共に考え推進すると方針を打ち出しているが、これを見ても加茂田市政は作詞集団であることがよくわかります。作詞集団の加茂田市政が舞鶴の舵取りをしている間は、舞鶴市がどんどん壊れていく一方であるということですね。はい、かなり熱いメールをいただいております。この方はですね、まあ何度も要は図書館の展示ブロック の写真なんかを送ってくださっている方なんですけれども、まあ、非常に熱くですね、まあ、舞鶴の図書館についてですね、ご意見をいただいておりますが、もうまさしくその通りでございますね。はい、まあ、僕はね、本はよく読むんですよ。本はよく読むんですけれども、まあ、図書館の利用っていうのはもう行っても読みたい本がないってまあ、ほとんど利用しないですけれども、まあでも18時に図書館が閉まるっていうのはちょっと僕も驚きですね。そら、そんなもん、大人借りられへんやって話ですよ。平日の本好き、仕事の代わりに図書館行くっていうニーズを完全に捨て去っているんで、そら、やっぱり、図書館の利用者増えませんよねっていうことですね。朝の、こんな、10時ぐらいから、何時からやって、まあ、営業時間短いですよね。そんなんでなんか大変大変って言われても、私たちはなんかあんまりの、あ、そうなんていうふうに思いますけれども、もう、やっぱ、これほんまにね、図書館の、まあ、これを調べていくとですね、この図書館の司書さんたちの、この、なんつうんかな、対応とか、まあ、その仕事内容とかってひどいですよ。ほんまにひどいですよ。考え方もひどいし、甘い。もう今もっと民間なんでもっともっと厳しいですからね。こんな人たち民間で働いたらもうやっていけないですからね。
まあ、このサービスね、あの営業時間もそうですけれども、なんか箱物作ったら自分たちの業務が改善するんじゃなくて、自分らがちょっとボンクラやから今のこのマイルのサービスが低下してるんやっていうことをですね、気づいてもらいたいと思いますね。はい。まあ、面と向かってですね、そんなことを言う人たちはいないと思いますけど、私はちょっと言わせてもらいますからね。うん。舞鶴市の図書館行政っていうのがおかしくなったのは、司書が悪い。図書館から職員が悪い。もうこの二つが滞在人ですわ。そんな滞在人がですね、私たちの税金38億円も使って図書館を整備してくれっていうのはですね、もうおかしいとしか言いようがございません。もう本当に税金を扱っている気が感じられませんね。はい、まあそんな感じでですね、まあいつも通りやばいね、舞鶴、辛口で行かしてもらいましたけれども、はい、来週からは、議会、あ、じゃあ来週の放送からは市議会をまた中心に戻っていきたいというふうに思います。はい、もう舞鶴市ですね、また新たにこの PFAST 問題とか、いろいろ出てきまして、もうほんま問題がもう山積み、ほんまかもったんだっていうか、またまたたくさん出てくるようになりましたから、もう舞鶴なんとかですね、市民の力で、いい方向に変えていきたいなっていうふうに思ってますのでですね、市民の皆様ご協力お願いします。もういろんなところからですね、投稿いただいておりますんで、はい。ここで公表できないやつもありますけれども、すべて目を通してですね、やってますんで、引き続きご協力お願いいたします。それではどうもありがとうございました。それでは。